はい、じゃあこんばんは。今日はね、ベアリング系全部外しましょうか。ピニオンギアのこのベアリング、これデフについてるベアリングね。あとデフケースについてるベアリングの外輪で、奥にもね、反対側にもベアリングのね、外輪がついてるんですけど、それ外していきます。溝に入れてます。はい、いけるかわかんないですけどね、油圧プレスでやっていきます。まあ鉛筆っていうのがね、超いけてない。下の土台が負けちゃうね、鉛筆が。これをね、抜くためにこちら Amazon で買いました、ベアリングプーラーセットですね。このうちのこいつですね、これが欲しかったんですよ。これをこのハマってるベアリングにはめて取るっていうことをね、今からやっていきたいと思います。これは Amazon で5,000〜6,000円ぐらいのやつかな。 HFS っていうメーカーのものだったと思います。使っていく圧入の器具がこちらですね。激安 Amazon のやつです。一応6トンまでね、使えるんですけど、まあ果たしてこいつが使えるのかっていう疑問はありますが、これでいけるでしょということで、今からね、セットしてこれをね、圧入器具で押し出していきたいと思ってます。ということで、早速やっていきます。ベアリングで押すのはここかな。こっちを押していきます。この間にこいつをね、はめていきます。いやー、これ絶対圧入の器具ないと無理っすね。じゃあ、あと絶対ベアリングのこのね、押し出すこういう工具もね、必要になってきます。根向きセット、こんな感じかな。めっちゃぴったり入るね。いけそうな予感で、こっちからも挟んであげると。こんな感じ。はい、セットできました。ここにセット、おいら、セットして、こういうのクッションを敷いて、じゃあやっていこうかな。おお、いけてんのか。じゃ、油圧プレスが壊れたか。おいしょ、おいしょ、よいしょ。あ、いって、おお、いったぜー、いった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 、抜けましたよ。うわ、すっげえ焼けた匂い。いったイエーイ、ピニオンギアのベアリング外れました。いやー、いけるね。いやー、アマゾンの1万円の油圧ブレス、恐るべし。使えます。なんかこういうね、プーラーちゃんとしたやつ絶対いるね。すごいなー。もうこれがこうなってたんだよね。はい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 。いや、抜けたね。うん、まだ全然生きてるけどね。いやー、もっとね、時間かかると思ったけどね、すぐに抜けたね。
やっぱ物揃えてるといけるかな。全然動き滑らかだよね。とりあえずね、このピニオンギアについては OK かな。デフケースについて、外輪のベアリングについてはなんか叩いたら取れそうなんで、ちょっと叩いてみようかなと思います。こういうなんで取れそう。よいしょ、取れた、取れたぜ、ベアリング。でもう一つはこいつね、ここについてるやつ。抜けました。エッグベアリングの外輪取れましたね。これは後で洗浄すると。残りはこいつね、難関のじゃん LSD のこの子両方ね。どうしようかな。この外側じゃなくて、この真ん中にあるこのベアリングの内輪をね、持ち上げたいんですけど、厳しいな、外輪しか掴めてないな。LSD 本体をこいつで押してあげて、で圧入して外側だけ引っ張ってくるっていう抜き方をしようかなと思ってます。あ、いや、待って、グッバイ。トネ工具さん大丈夫？これ新品買ったのに。おお、綺麗に抜けた？抜けたんじゃない？綺麗に。ね。はい、あざっす。取れました。はい、ではこっちへ。LSD のこっち側ね、取っていきましょう。はい、あ。おい、ドライヤー取れたぜ。綺麗、綺麗に取れた。これで全てかな。ベアリング、ピニオンギアと、あと LSD の、まあ、こっち側とこっち側ね。あとデフケースに入ってたベアリングの外輪2つ、全部やと思います。ということで、これで全ての分解作業が終わったかな。この次は洗浄して、洗浄終わったら新しいベアリングをね、それぞれにね、組み込んでいきたいと思います。今回はね、分解作業が完了したということで、最後までね、ご視聴ありがとうございます。また高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。